どうも、新宿カウボーイ金城です。伊沢です。新宿カウボーイの中年の主張でございます。というかね、いや、本当に、今週めっちゃ暇でさ、はい、ずっとワイドショーとか見てんだけどさ、ミヤネ屋見てたのね。ミヤネ屋、知ってます、うん、いや、知ってますよ。はい、でさ、うん、つけっぱなしにしてるわけ、ワイドショー、うん。で、ちょっとなんか作業なんかしてたらさ、うん、宮根さんがさ、パネラーに振るわけよ、うん、いろいろ話を、この話題についてどうですかって言った時にさ、53世どうってなんか振ったの、うん、えと思って、なんか俺聞き間違えたのかなと思って、うん、なんかでも今53世って言ったよな、うん、誰なんだろうなと思って変わって見てたらさ、ヒゲ男爵の山田るい53世さんがさ、パネラー出てるんですよ。出てますよね、あの人ね。宮根さんがさ、うん、その男爵様にさ、振るたびにさ、うん、53世はさ、うん、って言ってたけどさ、なんでその読み方したみたいな、別に。確かにね。男爵はさ、とかでもいいしさ、山ちゃんとかさ、宮根さんだったら、なんかそんな感じかなと思ってたけどさ、53世はさ、って言ってんのよ。確かにね。言いづらくねえのかなと思って、53世とかさ。53世あえて言ってるだろうね、はい。あえて言ってそうじゃない。まあ確かに普通だったらまあや、なんだろう、山田くんっていうのかな、山田くんとか。ルイ様とかさ、うん、ルイさん。ルイ53世様とか。で、53世様って、ま。真面目な話題で。真面目な話題で。さ、別にさ、男爵様もさ、まあまあまあ、いや、53世って、みたいなリアクションなくさ、うん、普通に答えて、うん、多分そこはもう一連のことは終わってんだと思うんだけどさ。うん、確かにね。うん。なんかこう、そういうの芸名、うん、特殊な芸名つけてる人がさ、ワイドショー出ると結構大変だなと思ったね。確かにね。みんなとか。確かにね。玉袋さんとかさ、玉ちゃんとかってさ、あ、まあね、なってたじゃん。うん、でも NHK 出る時変わるよね。NHK の時に玉ちゃんに変わるんだよ。あ、そうだ、そうだっけ。なんだか健太郎とか買った時もなかった。知恵袋。知恵袋健太郎。健太郎。うん。あ、確かにね。今週さん。気になっちゃってる。気になるね。はい、ふとしいな。いや、そう考えたらさ、あのデーモン小暮さんもコメンテーターよくやるでしょ、うん、もうさ、デーモン小暮って あの風貌ってなってるからさ、うん、もう違和感なく見てるけどさ、うん、普通のコメンテーターがあのメイクしてたらものすごい気になるよね、うん、もう全く気にならないけど、うん、あの今はね、 ああいう人が急に出てきて普通に喋ってたら、うん、変だよね。でもあれなんかな、別にその芸名はさ、そうやってつけてるから別にそれで呼ばれること自体はおかしくないじゃおかしくない。まあまあまあ確かにね、なんかもう真面目な番組だからさ、うん、逆にお笑いとかでもさ、53世はさって言わないじゃん、うん、お笑い番組で。うん、そうね。男爵とかだよね、のイメージだよね。うん、そうね、言うとしたら男爵だよね。まあ、男爵っていうのも、よくよく考えたらおかしいっちゃおかしいけどね。男爵どう思いますっていうのも。確かにね、芸名だからね。デーモン小暮閣下まで芸名だよね。そう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 。だから、閣下。閣下って言われてね。言われてるもんね。閣下はどうです？だから金清がやっぱりワイドショーなんか出た時やっぱ言われるのかね。なんで？寿司太郎。言われるか。どこに入ってんのよ、そんなの。金清寿司太郎とか言ってんだったらわかるけど。なんで急に寿司太郎。また交番やろうって言うのかな。寿司太郎さん。いやでも寿司太郎っていう芸名だったら別にそれは違和感はない。寿司太郎さんどうですか。なんだろうな、番組とあれがあったのかな、扱ってるテーマと、うん、あまあギャップというか、ね、それがギャップがあったのかな。でまあ、いや、まあ、ミヤネ屋なんかちょこちょこね、うん、出てるけどそこまでまだ見慣れてないっていうのもあるね。なんだろう、うん、そのコメンテーター的なの結構、まあね、出てるけど、確かに言われてみ下の名前で呼ぶタイプなのかな、宮根さんって。あ、かもね、もしかしたらね。タカさんは、まあタカさんか。ガダルカナルさんとは言わないよね。タカさん。赤星さんのことは赤星さんって言っても。ああ、そうだね。うん、確かに。線引きがね。じゃ別に下の名前で呼ぶタイプの人とかないか。うん、橋本五郎さんとか五郎さんって言ってるか。ああ、人によって書いてるのか。うん、五郎さんって言ってるかもね。うん、ね、山
山田類53世一応確認してんじゃない確認してるのは何て呼んでいいのかって、うんうん、いや、お好きに呼んでください、うん、じゃあ53世でいや、確かにそうだよねいやそう芸名ねまあその人自体はもうずっと名乗ってるから本人は違和感を感じないのかもねなんだろうなうん、なんかそこちょっと面白かったなっていうお話ですわ、うん、はいはいいやいや、まあ、特にいやいやまあね、はい、確かに、うん、だからこの間もちょっと言ったけど九太郎私が九太郎って言ったら九太郎って言われてるわけだからねそれで宮根に出て九太郎はどう思ういやいや宮根出れるわけないじゃんいやいや違う違う出たらの話いや出るいや現実的な話じゃん宮根に出たと場合は金木は容疑者だから、うん、なんで容疑者なんだよなんで捕まってんだよニュースでいやいやいやちょうど2時と3時の間のニュースで容疑者って言われてる金木は容疑者あで詐欺罪デスクデスク東京の報道デスクから報道デスクから金京容疑者が、うん、詐欺罪で逮捕されました何の詐欺お笑い芸人と名乗っているのに笑わせることもなくいやいやちょっと真面目に語っていやいやちょっと罪なのいやもうそれで捕まるんだったら私もうずっと懲役ですよもうずっと大詐欺罪それがもう犯罪であればもう私はまあまあもう逆にこんなよく人前出てますよ出らんないですよまだ見つかってないだけかもしれないじゃん。いやいや、なんでこんな堂々と人前でやってるのに見つかってないの、ね、現行犯でしょ。普通、見つかるんだったら現行犯でしょ。捕まってないのがおかしいでしょ。まあでも、金京だったら金京さんだろうな。金京。雰囲気はあるから。金、うん、ちゃんとか言われるもんね。金ちゃんはね、だろ。金ちゃんどう宮根さん。金京はって言われるのか。金京が名前って呼ばれるパターンもあるからね、私の場合。キョウちゃんはキョウちゃんどうこの問題についてああそうですねああ非常にね難しい問題ですけどね虚しくない一生出れることもないミヤネ屋の出た時に何て呼ばれたいかっていう話いやいやもし出たらどうしますもしいやいやこんなもんはないと思って丸刈りにする俺丸刈りにするよ丸刈りにしてくれどんな形でもいいのねいいよいいよどんな形でも出りゃいいのねよーし。いやいや、それ容疑者じゃないか。金京容疑者。で、2時と3時の間の東京の報道です。車の乗り込みというか、ずーっとカメラ見せて、丸坊主丸坊主丸坊主金京容疑者、詐欺罪で逮捕。笑い芸人となんているにかかわらず笑わつこともなく、真面目に話し続ける。それについて53歳どうですか大犯罪者ですよ。53世さんは言うんですよ。そこまで知らんでしょ。ダジャクも私のこと知ってまあまあ別に知ってはいるだろうけど。見たことある。いや知ってはまあなんかで一緒にはなってるから知ってはいるだろうけど。あの時一緒に出てたなあそこの何銀座の劇団なんだっけ誠。なんとか劇まことシアターシアターみたいなのあったね、なんだっけあれ一緒ライブ一緒だったね劇団だっけまこと、そうそう、なんかあのまこと劇団まことシアなんだっけあの旅一座みたいなうんで、劇場持ってたんだっけ劇場持ってるそこでなんかライブ別にそのそこの人がやってるわけじゃなくてそこがいてなそういうヒゲ男爵ヒゲ男爵さんも出てたあ、そういう記憶あるあー、懐かしいね、だいぶ前だねでもコミ君だ当初ぐらいだよああ、じゃあもう15、16年前もっと前だと思うもっと前でもコミ君だ当初が15、16年前かそれはそのぐらいそのぐらいまあ変わりますねはい、まあその話は、ね、活躍の場所もねねうん、まあ、そうですかはい、はいはい、ありがとうございました。